Cabrín. Thank you.
Tiger!
Oh, yeah!
Tiger, uppercut! Tiger! Tiger!
我唱。
はい、こんばんは。すいません、お待たせしております。第105回ということでね、四季の細道、本日、2018年の12月21日ということで、ちょっと今まだプレイヤーシャッフル中でございます。できました。本日参加は、12人ということで、粘って結構ね、粘って待った甲斐がありましたね。増えましたね。頑張りました、うん、何も頑張ってないんですが、頑張りました。ただの試合をタラタラとやって、の試合頑張りました。はい、頑張りました。はい、じゃちょっとですね、これから、プレイヤー順番決めてからまた、はいはい、始めたいと思いますので、ちょっとお待ちください。はい、ではですね、組み合わせ決まりました。組み合わせ決まりました。あとお金徴収してない方います。100円お願いいたします。ヌルポガさん OK、ヌルポガさんとカーシムさん第一試合で、準備できてますか？大丈夫ですか？はい、じゃあ、よいしょ、こんばんは。こんばんは。あ、うねがえるです。どうも。どうも。さあ、ほぼうねがえるです。ほぼ、いや、あなたはほぼ山本さんですよね。はい、第一試合ですね、はい、始めていきたいと思います。ピッピー側、ご無沙汰のヌルポガさん、おエスケン、はい、そうですね。ツーピー側、川島さん、ザンギフ。第1試合開始となりました。しかし画面端、さっきこの2人やってましたね。ちょっとこれは冷たい。そうですね、お互い冷たい感じで、はい、行きたい。そうですね、でも SK、 これでもどうなんでしょう。 SK としては、まあ SK だいぶあると思うんですけど、あるけど、でもかなりえげつなくて、ね、
そうですね、ミドル、はい。そしてあ、そして続いて、続いて僕でしたね。はい、あ、山尾さんやっちゃってください。あ、こんばんは。こんばんは、ヒロテープです。いやー、川島さん切れてますね。やばい、あっという間に終わっちゃいましたね。あれ結構 SDK で組み合わせ済むなんですけどね。ですけど、ねえ、先ほどの試合で完全に読み切ったと言ってます、はい、ましたね。さあ、主人たち裸の、はい、もう山本純理、山本純理、純理これもほぼ間違いなく、そうですね、純理がいけてるか。さあ、走りテルたち周りを取り戻している。あのさあ、足をブンブン振りつつも、まあ、球を打つ感じでいくが、これを通されて、あっ、やーっと方向指定してない、やばいやばい、下から上から下から落とせない、やばいやばい、ぴょんぴょんしているからの今回は上、ある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 とかないような、あるある、ついじっくり来てしまった。古くは僕の尊敬するユリッチさんを使ったという伝説も。さあ、くるくる回っているからの、ここに結構広い前から吸った。広いっすね。そう、きっちり上を落としていきたいところですが、そうですね、上さえ通さなければ。さあ、通さない。いやでも通った通った、方向指定もしている、やばいやつね。ナイスガード、1回は逃げられた。しかしこれまだ分かんないですね、まだね。あー、バニムラに仕込んであった、仕込んでいる、わざと具体的な。あったのは川島さん、ゲーム続いてウネさんですね。あ、僕ですね、はい。はい、あ、おかえりなさい。こんばんは。いやー、早かったですね、一瞬でした。いや、最後のはね、飛んでくるだろう的な置き場に死んでみたいな感じで、はい、高めくらい作り、はい、そうですね。さあ、これ地獄の始まり。おっと、Xバイソン、これは厳しい。見てください、このもう溜めてないっすよ。ダッシュなんか溜めてもしょうがないと言わんばかり。溜めてないっすよ。一応足の速さは龍拳並みという噂があるので。そうですね、足は速いですね。しかし、ロシロシ試合でなんとかしようとするウネバイソン。さあ、ちょっと突っ込んだらこれだ。安く済んだ。さあ、あの移動しないダッシュグランドストレートを軸に。さあ、いや、有名ですよ、多分有名です。頑張れ。さあ、ダブラリで回ってるとトガメルスレが大丈夫か、ウネコウワさん。さあ、台足、ヘッド。さあ、オーアーで削るの命がけ。すごくアッパーで痛くなっていないですね。よっしゃ、アントビー、あっ、起き上がり、重ねてしまった。なぜか重ねてしまった。さあ、続いてトキさんですね。いやー、自ら行くスタイル、はい、どうぞって感じで、スタイル、はい、投げてくださいってやっちゃいましたね。いやー、ありますよ。いや、頑張ればね。そうそう、頑張れば、はい、ありますよ。さあ、続いてトッキーさんは、ガイル、はい、トッキーさんね、ちょっとね、よくね、相手のよく見てるんですよね。クロスぐらい見てるんですよね。やられてたんじゃないかな。誰かも復帰生なんで。ですよね。はい、超ウルトラ。さあ、やるわ。まあ、ガイル残機はもちろん、まあ、皆さんご存知の通り、残機優ですよね。え？ほぼ残機優。はいはい。わーっとスクリーンを吸ったのか今。これは本当に。あ、これを
まず1本取るのはどっちだ。あーっとジャンキーが上から来ましたね。来ないと思ってる。いや、しゃがんじゃってたんで、やっぱりで、あれはまだサマーが溜まっていなかったんでね、かなり難しいところ。さあ、ダメージ取っているのはジャンキーフ、飛んでんで、ヒットしっかり。これはかなり厳しい。あっと、サマー、しかし、バニッタが、バニッテ、ニギって感じでね。はい、まずなんとか、カシムザンギエフ勝利。ほら、ザンギエフリ、ザンギエフリね、これザンギエフリです。 9-0 でしたっけ。9-1 9-0 って何。1なくなっちゃった。9-0ってなんすか。なくなっちゃったみたいな。さあ、そこで上手さん、何が本日初披露。お、初披露でしたっけ。 S フォーク初披露。やばいですか。まあね、大会ではあんまりないかもしれないですね。なんて言ってる間に画面出し。さあ、リバーサルしっかり出ている。ガードして。しかし、ゼロテープさん、ハメはできるんですか。そうなんですよね。まあでも S フォークだったら、その通常技と必殺技だけで勝てる可能性がある。いや、結構威力とか足りる。高い。さあ、そのデップさん、ザンギはどうしていいのかわからんと。ちょっと組み合わせが悪かったみたいです。ちょっとそうですね。一回やられて嫌なことやればいい。しかし、まあなんだかんだね、投げているからの方押して削り殺し。これはさえ渡っている。やっとあれですかね、ザンギ戦分かってきた感じですかね。まあ、見つかりですか、ね、もちろん。なんかこんなんやらんじゃん、俺みたいな。やればいいんじゃん。なるほど、自分が敵ってわけですね。自分自身が敵って。あー、ダブルに落ちて。やばいの、食らってしまう。勝ったのは、川島さんのザンギーフ。やっぱ、うまいですね、川島ザンギー。立ち回りが。いや、もう、そりゃもうそうっすよ。いや、あの、ミスをうまいことカバーしてますよね。さあ、続きまして、デンさんのメガですね。メガインディアエンメガラウンド1、ファイ。はい、デンさんの、メガ。さあ、メガザンギね、四季の細道ではよく見かけるカード。おっと、ピヨってる。これはちょっと不利ですよね、やっぱりね。さあ、まあメガは鍵を振ってね。そうですね、転ばないように。そう、転ばないようにって言いますけど、簡単じゃないですよね。全然簡単じゃないですよ。足を差し出すだけでも怖い。さあ、やられる。バリシング、入った。さあ、またやり直し。空中戦を制したのはカシム選手。さあ、カシムさんに勝利。さあ、ハクさんですね。光ったか。ハクさん、すいません、3回お願いしていいですか。はい。ごめんなさい、僕のとこから僕の職では見えないです。おっと。さんがハク選手の X 剣ですね。剣残技、渋いですね。さあ、かなりこれは手痛いのかって走ってきた。さあ、うわ、開幕から走ってきて、しっかり回している。これはきつい。大昇龍がスカって、あとか大足で崩されたこれはかなり厳しい。おっとって感じで開けていく。はい、チョップ、アオサイチョップで KO。 は
ローズ選手、川島さんの勝利で、ローズさん、あれ川島さんだいぶじゃないですか。川島さん、今何練習中？7って、やばいな。あ、クレジッツ、メリメリクレジッツ。さあ、あの先ほどの試合で叫びすぎて音が痛いっていうので、だいぶ楽しんでましたね。楽しかった、そうですね。さあ、レッサガ、ロードさんのレッサガです。面白いんですけど、エッサガとなるとね、さすがにめっちゃエッサガ強いんですよ。なんて言ったって、あの大圧迫のダメージ半端ないんで、はい、タイガーショットは先にあれがないんで、そうなんですよね、そう。抜けてもって、足が当たらないんですよね。さあ、あっと、どうして？あ、上タイガー！ヘッドロック、ヘッドロックがっちり決まってたのは川島さんのジャンギエフ。がっちりヘッドロックもおかしな話ですけど、まあね。さあ、続いて川島ザンギ勝利で、続いて中島さん、ここで川島ザンギおしまいか。X ホンダが、さあ、X ホンダの入場です。いないと多分思ってましたね。さあ、川島選手、夢は諦めないと言いながら、コパン連発。ダルシムステージだともう本当に早く行きますね。しかし、これね、これ格ゲーですよ、これ。これ、これ百列ダッシュだけでもう超強いんですよ。やばいやつ。裏表の百貫はかなりザンギにとって美味しくない。さあ、上を飛んでも頭突きで返されて、スパコンも返せなくて、地獄。これは地獄だ。出られない。あー、ここで川島さん、これは積みゲー、ストップ。川島本田勝利。いや、積んでましたね。あれ、しょうがないですよね。あれは積んでましたね。はい、はい、お、ここで初四季の澄地初出場のお土産さんの S 剣、 S 剣ですね。結構ね、はい、鋭い動きするんですよ、ね。あー、そうなんですか。どこの方なんですかね。いや、好きでよく。あ、そうなんですか。でも、出るのは初めて。そうですよ。そうですね。諸事情に。なるほど、なるほど。交渉難航しました。あの、ファイトマネーの関係で。あー、なるほど、なるほど。さあ、至近距離で女を殺していく。弾じゃない。弾じゃない。はい、接近戦で。さあ、上は出て、大昇龍からの凄まじい動きしている。まあ、そうですね、一回、なんだろう、勢いついたら止まらねえみたいな。しかし、百貫をガードしてかなり手痛いですね。鬼です。光りました、光りました。さあ、百列、百列からの頭突き、投げられて、あー、空中かられましたね。はい、ありがとうございました。中島本田、トモさん、
熊野さん、1キャラ目何なんですか。いや、ですね、はい、1キャラ目のエントリー、あ、ブランカだ。組み合わせがこのまま非常に悪いですね。さあ、熊野さんのブランカ。確かに弱キャラですよね。弱いキャラですが、はい、まあといってもやる側、ね、難しいですよね。その倒す側としては、なんか、そう、しっかりここつなげて、百裂が早い。百貫からの頭突き。おっと。これは運がいいのか。いや、今の完全に噛み合ってました。あ、でもそうか、さあ、ホンダハウス、うわぁ、下手、熱い、攻撃力はホンダの方が圧倒的ありましたね。しかし今のは完全にもうダイヤグラム通りの動きの感じ。ダイヤグラム、あんまり X のダイヤグラム当てれない、反省してなかったけど。やばい、出れない出れない、これ抜き出せねえな、マジで。さあ、厳しいですね。ブランカ攻めないといけないんですが、はい、まあ、下がられちゃうんですね。下がられちゃうと仮面を持たれてしまうんで。あっと入った、おいしい、あっと、ピョンター、ローリング、勝ったのは友田さんのブランカ。さあ、トモザブランカ勝利の、はい、次2周目、あ、2周目か、2周目と次の2キャラ目、もちろんヌルポガ選手は付けです。これは勝たなくてはいけないカード。これ多分有利です、弾有利、弾有利です。マジで、あ、やばいやつ、やばい、これはやばい、やばいやばいやばい。さあ、果たしてで、こっからはノーミスでいきたい。うまいよ。さあ、波動を当たって意外と勝利を、あっ、あっ、なんとかなんとかね、あっ、なんとか昇竜拳、昇竜拳、はい、しょうがないです。危なかったですね、しかし。うまいよ、しっかり。ボリダイオケットタイプがあるのか、ボリュークランカ厳しいですね。アドーク、さあ、なんアドーク、あー、やばい、危ない。さあ、あーと、リバーサ波動出ている。これは致し方ない、なんかのキャラ性能。さあ、山本選手、これも使ってなかったですけど、はい、画面見ないで登り台系統が大体何でも落ちるんですよ。しますね、あれね、すごい便利な技ですよ、ね、これ出してりゃいいみたいな感じぐらい強い。アドーク、さあ、アドーク、中目、アドーク、アドーク、アドーク、さあ、波動という間に波動を出て画面に落ちていく、アドーク、いいですね、いい感じの使いですよ。さあ、踏ませて、受けて、そういう風にできている。安全傘ができていない。さあ、こっからだ。まだ分からないね。こっから全然一方勝ちして勝つ可能性があるので。攻めも慎重に波動重ねから行ってみた。しかし時間、あー、山本さんよく見ていた。見てましたね、今は。ここまでちょっと上から詰められてしまうというふうな問題があった。そうですね、応答されました。さあ、ダイヤ足うますぎて頭で押していく。できますね。山本さんのチェンリーは結構下がりながらゲージ溜めて、そうですね、離した後に前に進むみたいな感じなので、さ
があっていくときに何とかダメージ取りたいところ。しかし さあうまい、あー垂直からの雷剣、さあしていて、ダイヤシアスカルがあと上を通して、足が見せないといけないんですが、あっと足腰がなくなってきている。これでダメージが取れるか、ロケッティアから投げ、ガードシール熱が出ていたが、あっとさあダイヤシーン、おーロケッティアー、あれ、はーい、読まれてましたね。あ、ちょっと待って、あれですね、ロケッティアの存在を教えるの遅かったです。でも知ってた風なんですけど、あれ普通の龍拳でやったらば上からジャンプ中継で潰されているような場合なんですが、はいはいはい、素顔試験でいったところすごいですね。下から切り上げてジュンリーに勝ててしまうところがあるんですね。飛び込みとか上から被ったのが強いですね。ミルコが S 剣対ウネガイル、多分これも結構ですね、死ぬほどやってるんでしょうね。死ぬほどやってるなんか攻略も3周ぐらいになって、最後はシンプルにそういうとこするんですよ。あ、ソバットからソバット、動きができるかどうか。そうですね、ダメを解除しなきゃいけないんですが、判定的にはめちゃめちゃ強い。その後ね、相手に近づいちゃうし、タメもないし、足払いが強いんですがっていう。さあ踏んでしまって上から行く、走らせて投げて、さあアッパー、きっちりガードして大昇龍、やり込んでる組み合わせに関しては動きがちょっと一段違う感じがしますね。ちょっと高かったか。さあ、ネキリはちょっと深く行き過ぎた。おっと、2段目に内野手を合わせる。壊し内野手、エロい動きでヌルポガさんが取り返す。うわー、ダイヤ失礼。いやー、やりましたね、やりましたね。いやー、の伝説のね、ガイルを倒してやりましたね、やりました。次上げて、そんな次はさあ、ユキさんの DJ、これはどういう試験やりすぎじゃないか。いや、でもこれはちょっとね、でもエスケン強いっす。かなり普通にエスケン有利なんで、これがこの前 DJ えげつなきついんですよ。でもそんな余裕あるから結構あれですよね。さあしっかり練りちゃいたいく出せる男、おっさあ、3段入ってしっかりキャラの強さを、あー、ピヨってる、ピヨってる、安尾だがコンボしている、投げる、ごまかした。勝ったのはヌルポガさんです。すっげー、うん、だいぶあれですね、キャラの強さを、自キャラの強さを表に出せるようになってますね、はい、S 剣のアクセルを完全にぶっちぎってますね。そうですね、なんか1日と全然違う。さあ、続きまして
さん入っていくのは緑のセブテル残留ラウンド1、はい、さあ上を取ってしまうチアシャドウ、大足上手すぎて竜巻大足波動拳うまい。さあ前管理がかなりしっかりしている大足さん、大足ミスらないな、うまー大足。おかしいですね、普段なら1本目はソルテップさんが取る流れなんですが、2ヒット大足大足、これガチ取ってんすか、ちょっとダイブ通りじゃないと思われてるさあさあしかし以前よりも判定の強さを完全に生かしているそんな気がします。はい、さあ画面足きついぞ。さあセルテープさんの動きがおかしい、あっ溶かされてなんとか間合いを取り戻すが終わり際にはあっとっとっと、あやばい、あー投げられる、全開ですね、アクセル全開です。やばいですねこれ、こんな人だった気がしないが、完全にその包帯のネジを外れている、完全にこれあれですよ、電子選手クラス間違いないですね。さあ入っていくのはデンさんのスパイさん、スパイさん、さすがにこれはこれは因縁のあれですね、組み合わせ、しかしリバーサルでいる、さあそうですね、しかし、まあ、ヌルポがこのあのめっちゃバイソン戦は練習したんで、さあダイヤシ、そう球の間合いで分かってますからね。さあここからバイソンあるのか、あーっ大昇龍、大昇龍がガードカス当たりしてしまいましたね、今のはちょっとね惜しかった、しまいましたね、惜しかった。でも何連勝、何連勝ですか、5連勝、なるほど、あれ今2位、2位です、おすごい、ラウンド1、はい、あるのか、ガーシーさんのザンギーフですからね。さあ、まあ、全員ハッキャミですね。まあ、キャミー不利なんですが、まとわりつかれるとバイソンもえげつなきすぎて、さあこんな感じでね、まあ上げられる、はい、引っかかって死ぬまでいきますからね。さあロードさん、さあキャミー勝利で、ロードエッサガット、そうですね、しかし、まあ、この2人の組み合わせ、あの戦績的にはね、あの結構あのハックさんが勝ってるので、はい、そろそろ勝ちたいところ、ダイアグラム的にはかなりエッサガに分があるんですが、フーリガンが思いっきり刺さって投げられて、はい、しかしピンドライブ決まる、しかし鮮やかですねまるで、さあ当てる、投げられて、さあしっかり飛ばしているの減りませんね、だって今のところ攻撃当ててるのが神、アトビーにキャミーなんですよ。さあ
これはミスができない組み合わせ。さあうまい。さあ安いぞ。外野手で球ですね。なんと言っても、おっとこれは始まってしまったか。あ、フーリガン刺さってめくりから投げ、スパコンは、あああそこで出すかね。これが神の力。まさに神の味噌汁。これぞ神の味噌汁昇竜拳。神のアッパー。ゴッドアッパーですね。ゴッドアッパー。やめたれ。そうですね。さあ、カーシムさんの DJ ですね。そうですね。インディア。カーシムさん。エントリーしてなかった、はい、エントリーしてないですトータルシム。さあこっちの青パンが強いんだっていう。そうですね、これはあれでしょ、ボス数は高い方が強い。あ、そうっすね、世の中の常識と同じです。じゃあ S 差が出ないんです。ボスしてる方が強い。確かに。ちょっと待って、じゃあもうザンギエフだってすごい安定ですよ。強いですね。最強です。あざり最強ですね。しっかり対空。さあ、しっかりますね。さあ、球が速い、球が速い。この速さ、やばいやばい。あと今日は出なかった。割りたかったですね、今ね。さあさあ、あっ、ってしまったが、まだ分からない。あー、早い、ちょっと戻していく。まあ、何をとってもこの速さはやっぱダメなんでね、DJ ね。しかし互角にはやっぱりならない。なんだかんだ言ってる間に画面足いって、ちょっと投げて入れ替わった。さあタイガー、タイガー速い、速いぞ。やばいやばいやばい。あー落とせなくて、あーっと肘が出てる、肘に刺さる。カワシム DJ 勝利。さあ、初勝負2回目、もみあげさん。もみあげさんですね。もみあげさん、お願いします。オリオくん、今日ね、今日 SK2 人もいますね。人気キャラですね、大人気。スケン楽しいっすよね。スケン楽しいっすね、確かに。スケンは楽しいっすよ。僕もたまに使いますけどね。こんな早く昇竜拳出んだみたいな。さあ裏からしゃがんでしまいましたね。ちょっとあれはしょうがないですよね。昇竜入ってたと思うんですけど、はい、まあ、コマンドの途中でちょっと混ぜられましたね。例の山本ぐらいに。さあ、めぐりガードして下が波動拳が刺さる。さあ、S拳きついぞ。ここから押していきたいというのが、これはもちろんそうです。あー、飛びが、の飛び屋根、ありがとうございました。はい、カワシム DJ 勝利で、続いて中島さん。やっぱね、DJ の飛びちょっと特殊で、ジャンプが低いですからね。そうなんですよね、長く距離飛ぶ割には低いですよね、軌道がね。ちょっと特殊ですよね、意外と届くっていうね。
さあ中島さんはエントリーはガイル。ガイル、やっぱりガイル。いいカードなんだな。でガイル、いいカード、いいカードっすよ。そうですよ、ほんともう飛ばせたら勝ちなんだ。飛ばせたら勝ちなんだけど、飛べたら勝ちっていうところもあるんで、まあ別にそれは DJ ガエルに限った話ではないと思います。若干スライディングがある分、相手の方が有利だ。いやでもこれはガエル有利、ガエル有利。さあ画面端、ガエルなんとか持ち越して飛んでみる。あーこれ DJ かなり、あとあースライディングで駆け込み乗車、しっかりスライディングで駆け込み乗車。これは東証線止まりますよ。これは遅延しますね。これは遅延します。これは皆さん気をつけてください。申し訳ない。さあなんとか駆け込み乗車に成功して、まず1本取っていったのは DJ。 DJ、しかしそうですね、さあスパコンをガードして2度目はないぞと。2度目はない。さあ苦しい、あっとピヨってしまった。ピヨってる。さすがカーシム DJ 勝利。カーシムさんの DJ 球速いな。そうですね、溜めてないような速さです。マンドなんじゃない。はい、ここで出てきたのがイスラエル。イスラエルチューリー、イスラエル来ました。最近ね、関東でね、よく見かけるらしいんですよ、イスラエルチューリー。関東でイスラエルが見れる。そうなんですよ、関東でイスラエルが見れるなんて、また物騒な。そうなんですよね、だいぶ過激派なんじゃないか。過激派噂ですよ。さあ、画面端スパコンをガードして、しっかり対空。まず1本取ったのはカシム DJ。 いやこれチュンディじゃない、いや取りたいんですけどね。これはチュンディじゃないですか。うるさ、なんかやっぱさあ投げられて、いるのは DJ の方が。めくりからバックジャンプ、しかし対空して、いやーマシンガンで削り殺し。ここでカーシムさんが最後のプレイヤーということで、はい、終わり。あの1位単独がカーシムさんの残機発勝で、はい、2位がヌルポガさんの S 健康賞、3位が今の川島さんの DJ だったんですが、3位というかまだ川島の DJ 勝ち進む目はあるんですが、川島がいや決勝戦残ギフでやりたいということなので、コブレジやる必要ないということで、このまま決勝戦に、はい、というわけで、予選は終了ということで決勝です。決勝は川島残ギと、ヌルポガ S 健。はい、じゃあ一度リセットしてもらって、クレジットはさあ、決勝は、1P 側がヌルポガ S 健5勝ですね。 2P 側カーシムザンギ8勝ですね。3先です。さあ決勝です。さあ、ステージはリセットされたんでゼロスタートになりますが、さあ DJ ステージ、この組み合わせ、先ほどはカーシムザンギが勝利した気がする。おっと飛びから昇竜、ヒット殺していく。
制し合っているが、若干ちょっと待ってからね、マシントラブル、マシントラブル、はいはい、少々お待ちを。マシントラブルで一旦休憩でーす。サウンドでかいっすか、大きいっすか、マイクミュージック、ゲームミュージックの方が大きい、マイクが小さい、スモールマイク、ちょっと調整しますね。じゃあなんか、ボタンのトラブル直った風なんで、これ1ラウンド有効にして、ヌルポガさんが1ラウンド取ったところから波動で落とす。ありがとうございます。サウンド OK。はい、OK。正面、おっと、暗い投げ。ザンキ側に受け身がない。さあ、タイムソーリーですね。波動が当たる。いいですか？ダブラリが出ない。ちょっともう一度確認したい。このラウンド確認しましょう、はい、やりますよ、じゃあ普通にやります。さあ上が通る、受け身出る、大人にもいるんですよね、電気を溜めてる人。さあジャンプダイパンから無理やりフラパーで掴む。はい、一戦戦ってみて、ルモさん、前よりかなり強くなってる気がします。やっぱりそうですよね。負けといてね、前より弱いとか言うと、じゃあお前、前はのっとけばよかった。そうですよね、前より確実に動きがいいですよね。あっと、ピョってる。今のなんかもそうなんですけども、ちょっと強気のところが出てるのが、いい方に働いてますね。そうですよね。はい。この、強い行動。ゲームとか相手に無理に攻めることはそんなにないんですが、やっぱりピオリーチとかになってもう少し強く打った方がリ、はいはい、ターンが大きい場合もあるので引っ掛ける感じですよね。ケンさん、このタッチシューパン、怪しい中足大足、波動ザンギガーは波動も結構めんどくさくてですね、はいはい、あとダメなんですか、ケンの波動。さあ今のはファイナルアドリックバスターチャンスだったが、ちょっと優しかった。あれ？やっぱりボタン触ってない。これ、その残機何色の残機？あ、10番から。あいさん、やっ
ぱり中盤からにボタンを押してないのになるみたいなんで、ちょっと確認お願いします。マシントラブルですね。はい、押してない中盤が出る的な。まあ、押してても出るけど押さなくても出るってお得な感じです。得してるのか損してるのか分かんないですよ、場合によっては。そうですね。さあ、またボタントラブルでヌルポガさんが2本取ったんですが、当たっている、やっぱり当たっている、ボタン壊れている。おっと、これどこから巻き戻します、どこから巻き戻します、どこから巻き戻します。え、最初、いや、ネルモガさん OK で最初からになりそうですね、これ。いや、どうすんの、あの、いや、そうですね、じゃあ予選から、えみなに予選から俺ちょっと、いや、俺もあっち側でなんかね、中盤出てた気がする。そうなの。そう、でも、ね、考えたら、でも俺ワンピーガーでやってたわ。いや、時間的にもあと30分くらいしかないんで。いや相手の暴発した中盤にやられた人もいるから。一応試合中に申告していただいた時点からだった気がするんですけどね、オフィシャルルール。なんかおかしい。残念な、普通には返せないですよね。ちょっと私見てるの、いろいろあったんですが、今ちょっとメンテナンスしてみたところですね、あの 2P 側の 2P ボタンがおかしかったということで、ぬるっこさんもこれで勝ってもあんまりちょっとスッキリしないそうなので、あの決勝戦の1ラウンド目から、1試合目から、はい、ヌルコガさん、いや、もう、ま、丸ごとゼロスタート、始まった時からおかしかったということで。なるほどですね。さあ、ということで仕切り直しとなりました。すいません。ですね、四季の放送道決勝ですね。で、完全に仕切り直してここからです。はい。はい、改めて 1P 側ヌルポガエスケン、 2P 側川島さんぎ、ね、1位通過は川島さんぎでしたが、これでもあれですね、やっぱザンギかなり厳しい組み合わせですよね。のやり方に、あっと、うまいと思うんだが、この昇竜で割れるのがやっぱり投げれる男。さあ、牽制技振るんだろうと言わんばかりに、ジャインパーボール1ラウンド目、ね、走っていきました。先ほどちょっと聞き忘れたんですけど、はい、あ、きついのはですね、波動がまず出るまでがちょっと竜で遅いんですが、はいはい、出終わったとの隙が、まあ、その竜剣、全流剣の中で一番短くて、かつ剣の足の速さなので、迂闊な下がりダブラリで避けても踏み込みダイヤシが間に合ったりするんですよ。あー、なるほど。なので、ちょっと遠目から打って、ガエルじゃないんですけど、ちょっと遠目から打って前に詰めると、はい、ザンギ側がちょっと対応に困る、下がってガードするぐらいしかなんかなくなっちゃうんですね。意外ですね。おー、短い硬直と足の速さを利用して波動で押していく。あともう一個めんどくさいのが今のジャンプダイパン、竜巻、そうですね、9達、はい、着地、チョップなら落ちるんですが、落とし損なうと竜巻目が入ってダイヤシまでつながってしまう。そうですね。あと置き攻めするのに気を使うところがありますね、やっぱ昇竜拳が、はいはい、完全無敵なので。そうですね、完全無敵かつ発生が早いので上から行くわけにもいかない。アントビはできるか、できない。アンテン重ねができないですよね。重ねはギリギリできます。できるんですか。はい、なるほど。アントビは無理ですね。アントビは無理、こうなっちゃうんですよね。はい、そして安心削りで、さあ、安心削り、そうですね。試合目取ったのがまず、ヌルポガさん。はい、ヌルポガエスケン、一気に取り返します。やめるか、ラウンド1、はい。ですが、川
ッシュも予選ではこれね、ズルコエースケを倒しているのは先ほどの組み合わせではね、あー、足まで追い詰めるとさすがに、あれでもダッシュの正義だったから勝てた。あーというのもなんかどちらに方に影響するかってのありますね。さあ、決めました。今のはダブラリとクイックを混ぜて、今クイックだったのでウルポガさんと想像よりも早く硬直が終わって、そのまま投げ、さあ、上体形態が悪くない、間に合うんですね、発生早いですからね。なるほど、発生台形の根元はキャンセルかかる速さなので、さあ、逃げて逃がさない、今の危なかったですね。とりあえずで置いた中足に、さあ、川島が取り返した。ちょっとあれですね、胸返る喉がダメみたいな。なるほど、交流客みたいに、あ、最近できた、ちょっとマイクを持ってる力がない。さあ、さあ、3本目、3試合醤油かすらせて、マニシンも機能させてますが、さすがにタイミング悪いようズリをもらう。空対空アイスケンに分がある。アドロケッキアは残念。さあ、ダブルに当てる、勝利切り返す。安全ではなかったか、今のですね、ダブルに避けても踏み込みダイヤが間に合う。さあ、乗ってしまってジャンプダイパー当たったんですが、遅い波動がむしろ良かったみたいな、下を抜けていく前に打ちで引っかかる。さあ、ジャンプ台形先端、あれも落とす技がかなり限定される。さあ、うまい、昇竜空振りきっちりすくる青サイジョップ、あー、空振りにお仕置き。今のはちょっとですね、台足ダイヤの硬直の短い技で牽制するでいいんですね。今はいいですね、怒られますね。さあ、無理に落とした昇竜。さあ、2削り3削り、しかし中足、そうですね、牽制はやはり中がおすすめというところはあります。クレジットがないですね。さあ、2試合目、さあ、リーチがかかったウネケンですけど、さあ、フロです。さあ、フラッパー読んでいた。さあ、スクリュー、やめないバニシング。飛び早いので勝利が一番いいんですが、さあ、勝利足まで詰めたが体力が偶然寄る。勝利出る、安心削り。今の大勝利良かったですね。そうですね、あの高さまで無敵なんで。さあ、置き攻めちょっとめり込んでいたがスクリューが入る。さあ、避けてもらう。さあ、思い切って体力残りそうだ。置き攻めがついてくるぞ。さあ、しのいだ。もちろん何でもいいから触ろうとしていくんでしょうね。何でもいいから触ればいいといった感じ。ミドルミドルミドル。さあ、投げて、よく受け身を取っていた。取ってなかったら下手したら終わっていたかもしれない。ダブラリ、さあ、ただではしなんと川島も一ラウンド目取っていく。
これ取ってやっと仕切り直し。ドブリダイパン、ドラゴンダンス大勝利をやりすぎた。今大足振らせたまだ良かったんですが、踏み込みバニシになってしまった。バニシンタイム、おっと中足を吸っていく。完全に狙ってましたね。お互いイーブン 2-2 で迎えた最後の試合ですね。最終試合第5試合勝った方が文句なし。引き込み大足、今日はロー大足よく当たりますね。もったいない、大昇龍あれがたまにあるんです。空中であればダメージちっちゃいんですが、ダウンしないことがある。ダメージはそうなんですが、ダウンするかしないか、最後が当たるか、ダウンすると息が当たるかどうか、はい、ですね。なので地上用は打ち出し波動上りたいか。さあバニッタが間に合わない。台無しが早い。今度こそですね。さあアレです。チョップが出ないで遠距離立ちコマが出てしまうと今みたいになります。さあフラッパーで無理やり。さあ今のは遠かった。さあロー大足が今日何回目かのロー大足。おっと今吸っておいたら終わっていたが、竜巻山で大足から振り、最後はバニシング。勝ったのは川島ザンギエフ。さあザンギ勝利。さあボタンがどうだとごねた挙句結局最後はスクリューとね。いやーおめでとうございます。いや最後までスタイル変えなかったですね。フラッパーも使う、バニシングも使う。お互いスタイル変えてないですよ。そんな感じで、いやデルポバさんはなんかちょっと試行錯誤してる節はあったんですが、カワシムが結局ひよると見せかけてひよらない。バニシングも最後まで使うし、 ロー大足もあれヒット確認してるかしらわかんないですけど、かなりのヒット率を誇りましたね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日わざわざね遠方から来ていただいた資格をね倒した川島さん、あーすいませんね、いつもの川島でございますよ。どうもどうも、皆さんすごかったね、粘り強かったですね。いやーちょっとねあのボタントラブルで時間をかなり喪失しましたけど、いやー無事解決してよかったです。いやでもヌルコーケ君ねだいぶあの波動ねやっぱ SK 強いんで、はいはいはい、まあ、波動ガンガン打つのもありだと思います。そうですね、割り切って打ってますねちゃんとね。だもうちょっとね踏み込み中足、踏み込み台足、はいはい、あとは中パンブンブンの、はい、もうちょっと散らし方ですね。あーなるほど、もうちょっと練習すれば多分ザンギ戦はもう攻略できるんじゃないかなと。なるほど、うん、まあ、かなりでもね X 剣もね、うん、ザンギは結構やりづらいというか結構難しいんですけど、はいはいはい、S 剣の方がまあやることは単純になるんですけど、ただ、うん、S 剣ね一つ一つの技が強くて、そうですね、うん、いかにその強いのを出せるかですよね。そうなんですね、その時にあの波動拳もダブラリで一生懸命抜けてもほとんど当たる機会ないんで、うん、うん、ヒットはしないってこと、ね、まあ、ただ避けてるだけなんですねあれは、はいはい、うん、でプレッシャーをただ与えてるってだけであって、まあそれを怖がって下がってくれると結構ね、うんうん、ザンギがそう画面端にいけると、うん、なるほど、あれをね怖がらずに波動ガンガン打って、まあ、あとは歩いて中足歩いて中パン中パン歩いて中足、それをやられると結構きついですねザンギが。あやっぱザンギ側としてもきつい組み合わせなんです ね、 そうですね。そんな感じは伝わってきました画面から、うん、いやまあすいませんいつもの川島でした。いえすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です、おめでとうございます。どうも皆さん、メリークリスマスですね。もうすぐね。あそうですね、メリークリですね皆さんね。皆さん良い年を。はいはい、じゃどうも。四季の細道まだありますから今年。あそうか、あるのか。まだあります。あ失礼しました。はいはい、じゃあまた来週。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、告知でもないんですけれども、告知ではない、はい、
一応デイトナシキさん来週年末ですが、はい、来週もあと1月4日だから、はい、12月28日金曜日も1月4日金曜日も営業してるそうなので、じゃんじゃんバリバリ、ちょっと我々の都合もあるんですが、はい、どうしましょう、普通に金曜対戦がやるもんですかね。山本さん両方とも両方ともアウト、はい、ちょっと残念なことに私、はい、私もですねちょっと今微妙なところなんですよ。なるほどですね、はい、まあまあでも、うん、そうですね、じゃあちょっとまた改めてツイッターとかで告知しますけれども、そうですね、お店の方は少なくとも最悪でもお店の方はやってますので、はいはい、お店は開店しておりますので、で対戦会もまあ最悪我々がいなくても、ね、回ると思っておりますが、はい、はい、まあね、プレイヤーさんいての対戦会ですからね、はい、なるべくやりたいんですけどね、はい、というわけで、まあ、年末年始もまたよろしくお願いいたします。では本日は第105回四季の細道、優勝は川島、はい、ザンギエフ、おめでとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。
はい。